はい、こんにちは。今回はですね、これはトヨタの、センチュリーです。このセンチュリーは初代のセンチュリーでして、初代のセンチュリーでして、1967年の1月から1996年の1月まで、結構長い間、発売されていた車ですね。で、これはクラウンウェイトが開拓した市場に向かって、本格的に参入してきた。で、完全に新設計の最上級フォーマルカーでして、徹底的ともいえる設備芯のパワー化と高進出が特徴であり、リアサスペンション、タイロッドがストラット調ブリリンクされるなど、構造的にも多くな、特徴が見られる。で、初期型では除外的に4速マニュアルのフロアシフトを設備したオーナードライバー向け仕様の A タイプというのも用意されていたんですが、基本はあくまでも法人向けのフォーマルカーとして、ありました。で、センチュリーが登場する前っていうのは、なんとクラウンからこれ始まってるんですね。で、クラウンの確か3代目じゃない、クラウンの、2代目ぐらいだと思うんですけども、まだトヨペットって呼ばれた頃の時代ですね。で、トヨペットクラウンが2代目が出た時に、その時にクラウン8っていうのが発売されたんです。要するに初代のクラウンから来てるんだけど、で、そのうちクラウンが初代のクラウンの後期型ぐらいになると輸入されるようになるんですね。確かアメリカに輸入されるような輸入仕様のクラウンっていうのが出てきて、で、そして2代目になった時にクラウンからさらにその8っていうさらに高級な仕様にしてよりでかくなりましたみたいな。で、初代のクラウンと2代目のクラウンででかかったんですよ。初代が1500cc ぐらいかな、それと今の現代の車でいうとちっちゃい車だったんですね。ところがそれが2代目が出てきた時にいきなりでかくなったんですよ、横幅が。で、さらにでかくなったんですね。だから当時のそのアメ車というものを意識してたんですね。で、それで2代目が出た時に横幅がさらにでかくなりましたって言って、で、さらにでかくなったのがクラウン8ですよみたいないう感じで、確か1967年ぐらいから1970年68年ぐらい、わずか1年間ぐらい経ったと記憶があるんですけど、それが出たんですよ。で、そしてそのクラウン8が出た後にセンチュリーが来たんです。この初代が出たんです。で、そしてそこから2代目が96年2代目が出て、で、今現在の3代目が最近去年ぐらいかな、新しくセンチュリーが新しく出まして、3代目が出たんです。ですからセンチュリーが出てくる前はクラウン8だった。で、クラウン8の前はクラウンだった。つまりクラウンとセンチュリーっていうのは元はといえば一つのクラウンという車から独立していったんですね。ですからそれでクラウンはクラウン、センチュリーはセンチュリーってこう分かれてきた。で、後にこう80年代になってくると、やはり同じクラウンからちょっと分かれてきたのが、80年代じゃない、90年代ぐらいになって分かれてきたのがセルシオだったりとか、もっと上の、もうちょっとそのセルシオとクラウンのちょっと中間あたりぐらいの上でクラウンマジェスタというのが出てきますね。で、クラウンというのは後にその2ドアというのがあります。で、2ドアのクラウンというのは80年代の初頭ぐらいまで確かクラウン、80年代じゃない、70年代の終わりぐらいまでクラウンというのは2ドアがあったんですね。で、その時にその2ドアっていうのが一番の時のクラウンで豪華だったんですが、まだ吉永小百合さんがですね、クラウンの宣伝をしていた頃ですね。で、その時に、2代目の2ドアハウトップのクラウンから分かれたのが、独立されて分かれてきたのがソアラなんですよ。だからあのソアラという車は、あの車が、シドワラという車が非常に有名になって、言いますけども、その前は何だったのかというとクラウン2ドアだったんです。クラウンから来てるんですね。ですから、そういうふうにちょっとクラウンという車はある意味こう特殊な車でして、いろんな系列に分かれていったんです。ソアラが出てきたり、マジェスタが出てきたり、セルシオが出てきたり、このセンチュリーが出てきて、
センチュリーが出てきたりして、ちょっとこう複雑な関係になってってるんですね。ですからそういうところがちょっとややこしいところにはなってくるんですが、まあ、木の枝みたいにこう分かれてったわけです。で、そういうがまあこのセンチュリーが、まあ、このプルフの、一つでございました。で、ここに、ちょっとしたこう図鑑が、初めてお見せするかなと思うんですが、トミカ大図鑑という図鑑から、引用しますと、このセンチュリーのこの色です。普通は黒ですよね。で、これ1972年なんですね。で、72年になんとこの灰色と赤っていうのがあった。これは要するに今でいうとこの初回特別カラーみたいな、そんな感じだったんですね。だからそれがこの赤になるんです。非常に、貴重なものです。もう一度言いますと、この赤だったんですよ。ちょっとぼやけてしまいましたけど、この赤なんです。その赤というのがこれなんですよ。で、これが1000円もいかないような値段だったかな、700円ぐらいだったかなと記憶があるんですが、まあ、それで買いました。で、なんでかっていうと、その部分だけ、やっぱここのピアの部分がもう2つともなくなっちゃってるんですね。まあ、これはやっぱり長い年月がもう経過しちゃってるんで、まあ仕方ないかなと。で、トミカってのは基本的に子供が遊ぶものというものをまあ前提に考えられて作っていますから、まあ、それを考えたらどっかの子供が遊んでいたんだろうと。で、そしてピラーがなくなったんだろうなというふうな長い年月の経つ間にね。そうすると、まあ、致し方ないかなっていうところがあります。にしても今、センチュリーの赤っていうのはなかなか出てこない。で、しかもこれをちょうど買ったのが、ほら、センチュリーが新しく出たじゃないですか、このみたいな。で、センチュリーが久々買ったね、新しく出たセンチュリーがあって、で、それが出てまだ間もない頃の時で、まだ現行のセンチュリーが今でもそうですけど、まだ買えるような状況にある中ですよ。現行のセンチュリーが買えますよっていう時代の中に、これを納車できたんですよ。これ奇跡だと思います。もうまさに車が呼んでたんですね。で、それで、まあ、本来だったら700円って言ったら1000円もいかないような値段だから安いから、もうマニアからしたらすぐパッて買われちゃってもおかしくないわけですよ。でもそれを私買うことができたんですよ、運用ね。で、それでこのセンチュリーの赤を当時で言ったらまあ初回特別カーみたいな感じだったんですが、まあ、それを買うことができたということなんです。だから初回特別カラーってある意味つい最近のようなイメージ的にはありますが、まあ、それでももう18年ぐらい経ってますけども、昭和時代にも初回特別カラーとはいう名前ではありませんが、まあ、初回特別カラーみたいな、その初回特別カラーの先駆けみたいなのがあったわけです、通常品の中で。で、それがこういうのが紛れ込んであったんですね。で、それがしかも普通の通常のやつだと当時の黒箱の中にあったので、分からないわけです。それこそもうそれこそ宝くじみたいな感じね、トミカくじみたいな感じでね、あとは買った人が開けてねっていう、開けてのお楽しみうふふみたいなね、そんな感じだった。だからもうそういうもうシステムだったんですね。そういうシステムだからこそは面白かったなっていうところもあるんですけどもね。ただこれは非常に貴重車です。これ1000円ぐらい出しても多分買えないと思います。もうそれだけもう個体自体がもう今ないのでね。もうこの方のセンチュリー自体がもうないからですね。で、街中行ってももうほとんど見かけることがないですから、もうめったりこれ手に入りません。ね、なので、まあ、このトミカがあるっていうのはもう大変ですよ。それこそ山の中に行って見つけてこようっていう方も世の中にはいらっしゃるぐらいです。ですがそういう人は相当な山の中に行って、必死になってもう土をかき分けて、落ち葉という落ち葉をかき分けない限りそれでも出てくるかどうか分かりませんっていうぐらいのやつですね。もうそういうものな、もうそれぐらいやっぱり貴重品なんです、これ。ですからもう、なんていうんですか、リサイクルショップというリサイクルショップでかき分けても、
どんなにシャベルを持って山の中行って掘ってみようと思ってもですね、さあ出てくるかって言ったらですね、残念ながらかなり紙一重の技なんですね。でそれこそまあオークションサイトとかそういうメリカリのサイトとかそういったところで行って見つけてこようって言ってもですね、そんなに簡単にすんなり、いやこんにちはみたいな感じで出てこないんですよ。ね、だからある意味大変なんだよ。あの山の中行ってさ、もうこれから春の先になるとタケノコがそれこそ山の中から出てきて、ね、タケノコを刈り取って、ああ美味しいなって季節になるんですが、そのタケノコを取るのもなかなかですね、大変なんですよ。山奥行ってタケノコ取ってきましたって言っても、それが、ね、あのちっちゃかいやつを見つけられればいいけど、もう竹になってるやつは食えないですからね。それ食べられるのはパンダだけですからってツッコミがありますから、あとはもうあれですよね、あのトリュフを探してきましょうっていうみたいなもんよ。山の中行ってトリュフを探してこようよ、むちゃくちゃ言うなよみたいなね。もうそれぐらいの危険の、もう危険を犯してまでですね、トリュフを探しに行くんだみたいなね。崖の中にね、崖のところに白竹があるからね、それを取ってきたっていうね、平安時代にね、そういうお役人がいたんだよ。うん、あの崖の中に落っこちた貴族がいたの。でそんで、おい落っこちたからあげてくれって言うから、あげてきたら白竹うんとくなってね、欲深い役人がいたんですよ。でそうしたら呆れたことに白竹がうんと持ってたっていうね、そういうのが昔々大昔の時代にそういう人がいたんですが、まあそれぐらい至難の業です。白竹っていうのはその崖のところに生えてるんですね、生えてるキノコなんですが、まあそれってめったにじゃ取れないのよ。それこそもう危険を犯してまで、命の危険をもう覚悟してまでじゃないと取れないようなやつだから、まあそれだけやはりこれもやはり危険なもん、危険ちゃもんじゃないや、それだけやっぱ苦労が多いんですよ、こういう昭和のトミカって。だから通常心、当時あった通常心を見つけるっていうことだけだって非常に困難なわけで、そういった中でこういうふうな視聴者が手に入る、さらにそれを上に行くような限定者が手に入るっていうのはなかなか出てこないんですよ、こういうの。もうそれこそもう運命と出会いなんです。まさに土の中を掘ってて出てきたっていうのはね、私の時代、私そのころ運よくそういうことがありましたけど、自分の今でですね。ただああいう奇跡っていうか起こるってことは、やはりそれはもう呼んでるんですね。お互いにそのお互いが探して、お互いが呼んでいると、そういうお互いにぴったりとした条件下が備わらなければ土の中から出てくるってことはまずないんです。残念な話ですけど、ただそれはお互いがこう呼んでいたから、例えばボロボロの状態でもアウディのクワトレが出てきたね、ハイエースが出てきたみたいな感じになるんですね。だからもう至難の技なんですよ。それぐらい、もう例えで言うならそれぐらい至難な技なんです。ですからもうこういった状況のものをですね、見つけられるっていうのはなかなかないです。例えばボロボロの状態を見つけたら、あとはそれをもう丹精込めてですね、もうカスタムして修理しますっていう、修理ならお任せくださいみたいなね。でそういう風な感じで修理してくださいっていう、もうそこはある意味職人魂ですよ。もうどんなに土の中から出てきてボロボロになってもですね、私の手にかかればね、ゴッドハンドの手にかかればきれいにやりますよみたいなですね。もうそれぐらいですよね。もうジャパネットのね、あの前にいたあの社長さんみたいに、なんとこれがみたいな感じで、もうすっとんきょうの声を上げてですね、えっこれが山の中にあったんですかみたいな、でもこんなすごいボロボロだったものが見ておくさみたいなね、こんなに綺麗になりましたみたいな、もうある意味通販番組上回るんじゃないかみたいな、もうそれぐらいのですね、ものなんですよ。だからそれだけやはり昭和のトミカって貴重なんです。
もうある意味限定車って貴重なんです。今の時代はね、競争がすごくなっちゃったから、今の時代も転売とかも入ってきてる時代になったからね、すごい値段が高くなっちゃうのよ。だからなかなかそれやっと見つけたぞと思っても、もうそこにはもうすでに転売の手に渡ってしまったとか、あるいは価値が相当ついてしまったっつって、もう手に入りにくい時代。だから今の私たちって正直生きづらい時代なんです。今の私たちはミニカー集めるっていうのは、古いミニカー集めるっていうのは非常に生きにくい時代になっちゃったんですね。まだ私の時の彼はまだあの当時はまだオークションやってる方が少なかったので、非常にちょっと手に入りやすいという時代背景があったんだけど、今はもう完全にかなり厳しいような状況か、になっています。そういった中で、じゃあ諦めるなよみたいな、熱くなるよみたいなタイプの人は、もうリサイクルショップに行くとかですね、あるいはもしかしたらどっかが埋まっているんじゃないかみたいなね、もうそれこそ地雷探知機じゃないですけどね、もうそういったものをあの持ってきて、探知機みたいなのを持ってきて、ビビビビって反応したら、あ、この中にあったよみたいな、もうその顔を頼りに行くしかないです。多分もうその選択ぐらいしかないでしょうね。まあ一番まあ確率で、安心で確率だってなったらば、まあリサイクルショップの方になるかなと思いますけども、ただそれを探してるっていうのも並大抵のものではないですし、リサイクルショップに行ったからって言って必ず昭和のトビカが見つかるかっていうと、見つからない確率の方が高いです。で、オークションのサイトに行きました、メリカリに行きましたって言っても、オークションとかメリカリではもうすでに値段が高くなっちゃってるという場合も考えられます。まあそれだけ、まあ、子どもたちにとってみれば非常に厳しい時代にはなりました。ですが、まあそれだけやはりこの車を手に入れるということがいかに大変かということをこうお伝えするためにもですね、まあこういうミニカーっていうのが非常にいいなと、まあその大変な思いをしながらも集めてほしいなというふうな強い願いがあります。まあ中にはね、まあ確かに聞こえによってはその無茶苦茶なことを言うなよという人もいるかもしれませんが、まあ、それだけやはりこれという、そういうミニカーというのは、ミニカーを集めるっていうのはそれだけある意味大変な努力がいるんですよと、ね、目では見えませんけど、ある意味目では見えません、耳では感じることはできないかもしれない、だけどそれだけ苦労をして探すということなんです。そうやって苦労をして探すからミニカーを集めるっていうのは楽しいということでも言えるのではないかと。いうふうに車を探すというのは楽しいんじゃないかなというところです。どうもありがとうございます。